ポチッと打って、これがエレベーターか。おお、枕。思ってたより降りるね。結構地下なのか。どこまで続いてるんだろう。どこまでですかね。何人ぐらい参加するのかな。いっぱい話しかけてくれる。クラウド、緊張してる？いや。だって口数少ないから、ね。あんたは少し緊張した方がいい。着いたか。おい、こっちだ。急げ。最初から語気が強いな。おっと、もう勝負ですか。あ、じゃあないか。視界ね。ウォールマーケット。ウォールマーケット。あなたの誘惑に目移りすることなく集いし皆様。ようこそお越しいただきました。そっち。今宵、世界でも適当な名前だな。次場所はウォールマーケットのまさに今、ここ。こっちとそっち。そっちとこっち。コルネを殺せよ。おう、代理人たちがね、出ました、さっきの100万ギルド。2マンセルでも1マンセルってか、1人だけでもソロでも勝ちたいのかな。まあ、代理人側が栄誉は名誉だ。これもしかしてバトルロイヤルなのか。必死格闘デスマッチ、コルネオ杯を開催いたします。まあもうやってみればわかるでしょう。さあ盛り上がってまいりましたね。すごいとこに来ちゃったね。こんな女の子が戦うのかって感じ、ね、お前たちの控え室はここだ。はいはい、まあまあたくあれだな、刑務所みたいだ。バトルスタートですかね。え、なんだ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 よ。え、おいおいおい、怖い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 。え、入る？ずーっとうーって言ってるけど。あ、もう行こ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 う。あ、お前かよ。なんでお前なんだよ。ボコボコにされてんじゃねえかお前。あんたたちか。どうしたの？その顔。少しばかり金が必要になってよ。前座試合に出てみたら弱っちいなこいつ。あんたらもやべえところに足を踏み入れたな。悪いことは言わねえからさっさと逃げた方が身のためだぜ。こいつ強い。おっとっと、試合の案内ですかね。クラウド、エアリス組、まもなく試合が始まります。行くぞ。入場ゲートまでお越しください。こんなやつ見た後にないよね。エアリス、なかなかの強気ですね。なんだこれ。コルネオからの差し入れさ。何でも飲めば立ちどころに元気になるんだ。そうなの。飲んでおけばこんな結果にならなかったのかもな。なんだなんだこれ、怪しいな。よかったらあんたたちにやるよ。飲んでおくか。じゃあどう？どうだい？ドロッとしてる。私は飲まなくていいかな。いいんじゃないかな。準備はいいか。はい。せいぜい死なねえようにな。まったく、それはこっちのセリフだって。さて次はなんとカップルでの出場だ。ブーイングがすごそう。しかも発散戦行けつかない。怖いもの知らせのカップルは果たして無事に帰れるのか。まあもうやってありますよ。クラウド&エアリスの入場です。さっさと負けろ。入れ入れ。あヤジ大歓迎ですけど。おいおい、デートのついでかよ。どうも姉ちゃん、しっかりサービスしてくれよ。すげえヤジだ。見てやがれ。燃えてきた。いいね。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い。今宵のリングも彼らの食卓となってしまうな。さて何が出てくるかな。本日はデザート付き。デザート付き。こぼれる姫、暴飲暴
ブラッディテイスト。さて起き上がれこら。かかりんか。おお猛獣使い。人じゃないの？はあ、素人が人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだ。やばそうなやつだな。ああ盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか。皆様まばたき厳禁でお願いします。うわ強そう。一回戦第4試合人もいるのね。トラッシュでデミのバースゲージをはいこの結果を誰が予想したでしょう。おいいね曲がね。まさに大胆でかいし。どうも勝利したのはなんとクラウド&エアリス。デートのついでだけど勝っちゃいました。ごめんな。さてとはいはいどうもどうも。まずは1回戦突破だね。余裕のシャクシャク。どうかした？ルールが曖昧すぎる。ああ次はちゃんとしてるといいんだけど。確かにね。期待するな。用心していくぞ。はいはい準備できたよ。運よく勝ち上がったな。またこの変な昆虫みたいなサングラスかけてるやつ。準備はいいか？いいよ。ま無理はしないことだな。はいはい心配してくれてありがとうよ。さあ第2試合の敵は誰でしょうかね。またそっちとこっちの準決勝第2試合です。まずは初戦をあれをあれよとすり抜けたラッキーカップル。ふざけんな空気読めよ。お前さんからヤジばっかりだなこっち。はいどうもカップルです。見てろこら。デートついでに勝ってやるぜ。もしかして3人か。あの3人組か。皆様お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください。盗っとかよ。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場って。さあどんなやつだ。なんか見たことあるやつらじゃないかやっぱり。どうもお久しぶり。ここであったこいつ有名な声のやつだな。なんかはあ100年も経ったか。見やがれ。いっぱいんじゃねえかよ。盗賊チームは8名でエントリーしたようです。やっぱりね。ずるい。何名までいけんだ。でしょうね。なんか2人でいいのと思ったりとか。オッケーって。出てしまいました。めちゃくちゃだぜに無勢ここに極まる。大乱闘が予想されます。まあまあまあ有志のあの世を決して無謀の衆でしょこれは。それでは準決勝第2試合レディー。どうも範囲攻撃で。はいどうもバシバシ使っていかないとね新しい技は。たった2人で敵を次々と投げ倒し。どうも勝利を手に入れたのは弱っちぜ。クラウド&エアリスチーム。あれこの革ジャン見たことあるな。あれまたこいつこの格好で死んでんじゃん。あエアリスいっちゃった。じゃあねもう出たよ代理人のサムさん。そりゃそうさ私がもんだからね。それにあの手視線の一つや二つは超えてるね。極道の女の人って感じじゃない。この町じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。ああお互いの代理人なんだこれ。かけるか。変わらないね。あんたいつかロトに迷うよ。そしたら
またお前のところに転がり込むか。そういう関係？人生で唯一の汚点だよ、まったく。アニアン様、やっぱりね、なんかさっきから顔出てこないと思った。美しいですね。顔が出てこない、アニアン様。うん、いや、男かよ。ジョリジョリじゃねえか、ヒゲ。次、決勝だね。なるほど。浮かない顔してる。相手がまともに来るとは思えない。まあね。うん、でも、ここまで来たらあと一歩。二人で頑張ろう。いいね、このコンビは。恐れ言ったよ、まぐれじゃなかったんだな。見た？決勝戦、準備はいいか？任せなさい。俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。もちろん賭けをしている奴らもいると。いいんだよ、ヤジ飛ばした人も。決勝戦は僕たちにかけていただいても。皆様、大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯も、レートついでに決勝戦やっていく。あと1試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし、これでね、物事は必ず終わりを迎えます。100万円ならば、その場をみんなで大いに盛り上げようではありませんか。こいつは司会として優秀だな。まずは、小柄ながら並みいる強豪を華麗になぎ倒し、大いに盛り上げてくれました。驚異のカップル、マダムマム推薦クラウド&エアリスの入場です。サングラスもちゃんとね、目元が奥に見えるっていうのが凝ってるよね、ちゃんと。どうもどうも。こっち敵は何だよ。もっとだ、もっと。ほら、対するは優勝回数5回、誰だよ。再起不能にした相手は数知れず、病院送りは当たり前、ゴミ掃除はお任せあれ。誰だ。犯罪の処刑マシン、チョコボサム推薦、カッター&スイーパーの入場です。誰だ、見たことあるやつか。ロボットかい。ロボット、シンラの機械兵器か。改造したな。まあそのためにね、ちゃんと。さあ、100万ギルは一体誰の手に。三日月マテリアは装備してきている。さあ、泣いても笑ってもこれがラストだ。まあ、結構攻撃力高いから、しっかり防御カウンター入れてね、やっていこうぜ。はーい、見た。コルネオ杯の頂点に立ったのはなんと、見た、代理人の方々。ご愁傷様。ぶっ壊しちゃった、ごめん。あら、意外とおとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ったの。これはこれ、出場させるのに金がかかってんのかね。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だから面白い。ハードボイルだね。でもそれ、裏も表もないだろ。じゃあな。さてと、賞金をいただこうかしら。やったね。そのことなんだが、マムすまない。ルーズリーさん、何ですか。コルネオさんからの指示でもう一試合行うことになった。それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんた、ふざけてんのかい。どう、なんでよ。コルネオさんの指示だ。これでティファを助けられるね。その前にマダムマムだ、服を用意してもらうんだろ。うん、もう一試合あるらしいよ。喜んでるところ悪いね。残念だけど、もう一戦やってもらうよ。どういうこと。うん、あんたらは盛り上げすぎちまったのさ。白熱する試合に客の賭け金も膨れ上がった。はいはい。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。つまり。つまりコルネオが推薦する最後の敵を倒して、ようやく優勝。賞金は100万より上げてくれよな。話違う。それは私が言いたいよ。でしょうね。こうつくばりめ、くそピー
でも仕方ないのさ。この町ではコルネオがルールだからね。ただ次勝てば、さすがにコルネオだってしぶらないだろう。観客が黙っちゃいないさ。次が最後だな。そう願いたいね。まったく、やるしかねえのか。もうめっちゃ怖い。これさっきからめっちゃ拍手してくるね。マジであんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。見てろ見てろ。準備はいいか。行ったりましょう。ボーナスマッチ。もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。完全に客をね、の心を掴んだね。カップル。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうも。どうでしょう。皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか。すげえ髪型だよな、どっちも。そこで、ドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。そのキャラが可愛く描かれてるの何なの。もちろん、出場するのは今宵の主役。地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エリー。どうもです。盛り上がってますか。めちゃくちゃファンがついてる。めちゃくちゃいいねいいね、盛り上がってきたね。地下闘技場のさらに地下、地中深く封印されしモンスターなんか、また今解き放たれる。どれだ。我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。ヘルハウス、なんだなんだ、でかいのか。やばい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 、やばいやばいやばい。あー、いたいた、こんなモンスター。家のね、形したやつだ。本当は6番街スラムまで行く途中に出たりとかしてたね、原作では。ただの家だよね。これがモンスターなんだよな。ただの家じゃないようだ。謎多き悪魔の家 VS 最強カップル、これほどシュールな対戦が今まであったでしょうか。ありません。あるわけがありません。歴史に刻まれるのは確実でございます。よそ見、まばたきは現金でお願いします。現金で。それでは最終決戦、テールハウス、レディーファイ。オッケー、やっと倒した、やっと倒したよ。めちゃくちゃめちゃくちゃきちんだな、この。おお、ここでいいのかい。おお、やりますね。これはヒーローものすぎる。これはヒーローすぎる。やったね。これは人気出るぞ。いやー、やっとこのタイミングでハイタッチが決まっていくというね。あのあれだけ失敗したハイタッチがここでしっかりと。いいねいいね、素晴らしい。あのアニア、珍しいね、あんたが目をつけるなんて。気になるのかい。すごいなこのひげが、すげえひげが。あー、きつかったな今の試合。いたいた、探したぜ。あら、ゲートキーパーのお兄ちゃんじゃん。マムからあんたらにって伝言を頼まれてよ。よくやった、後でうちに寄りな、だってよ。オッケー。あのさ、よかったらまた試合に出てくれないか。人気出ちゃった。今回みたいなでけえイベントは稀だけど、いつでも何かしらはやってるからよ。ほう、闘技場的なね。うん、
コルネオコロッセでは日夜熱いバトルが繰り広げられています。新たな試合に挑戦したいときは近い疑問番に話しかけましょう。闘技場のバトルはアイテムが使用禁止になりますが、一戦ごとに HP で夢が少し回復します。盗みでアイテムを盗みません。ちょっと違くなるんだね。 OK というわけでなんとか勝っていったと。元ソルジャーでした。ありがとうめっちゃいいね。ありがとう花道、どうも。イエーイ、ありがとう。というわけで、手もみ屋さんのマムのところに行きましょう。到着。どうも。来たね。お召し替えの準備は整ってるよ。ありがとう。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね。どうも。何でもないです。五番街では随分ご活躍したって噂だ。人間働いてなんぼ。はいはい。働き者には福が来るって言うだろ。何でも屋の噂広がっちゃってますね。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさ。エアリスにはとびっきりのドレスを用意するから。はいはいはい。楽しみ。なるほどね。一人でとりあえず何でもや家業をやりつつエアリスが着替えるのを待つみたいな感じかな。話はここまでだ。着替えたら街の外には出られないけど、始めちゃっていいかい？はい。そうと決まったら早速取り掛かるよ。はいはい。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。はいはい。そうだね。その間あんたは、うん、女ずらしゃできないこともあるんだ。あ、そうですね。遊んできたらどうだ？思ったよりこの町に馴染んでるようだし。そんなことないですよ。安心しな。あんた一人で時間が潰せるとは思っちゃいないさ。何でもや限りですか。男のことは男同士。あれ、サムに話をつけておいたからね。マジですか。勝手に話を進めるな。煮え切らない男だね。せっかくの機会さ、そのふぬけた男っぷりもついでに叩き直してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ。そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお。じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。無言でね。え、いや、ちょっといいっすか。あ、どうも。覗くんじゃないって言ったろ。あ、すいません。あ、サムさんいました。どうも。よう、マムから話は聞いてるぜ。聞いた。女連れでチャンピオンになっておいて、今度は女の留守中に夜遊びとはな。はあ、え、どごるなって。どうせマムにケツでも叩かれたんだろう。まあ確かに兄ちゃんはなんつうか腕っぷしは強いんだろうが、どうにも。どこら辺がダメですかね。この機会に一発の男としていろいろと経験を積んどくのも悪くねえだろう。そうすな。守りたい女がいるならなおさらだ。ちょうどあんたにぴったりの話が。この曲シュールだね。乗ってみるか。ただの暇つぶしだ。その息その息、頑張ってこいよ。何でもよ。噂が広がってますね。というわけで一旦ここで一区切りをつけてサブクエストをやっていきます。はい、じゃあ一旦今回はバイバイします。それでは。